とうございます。今日僕ら一応今日で一旦活動休止ってことになるんですけど、マジか。申し訳ないです。マジでか。申し訳ないです。一応ベースのノリが今までサポートして、あ、違うか。ベースは匠だよ。匠だ。ドラムだ。ドラムのノリが一番今までサポートやってくれたんですけど、ちょっとこれで一回バイバイということで、あとまあいろいろおめでたいことがあったりいろいろしたんで、ちょっと。区切るという意味で今回活動休止なんですけど、でも全然なんだろうな、こうやれるような体制が整ったらすぐに僕やりたいと思いますし、またこういうふうなイベントも地元の富士市でやるってことにすごい意味があると思っているので、また活動したらこういうこともしていきたいと思いますので、よかったら気にかけてみてください。よろしくお願いします。
本当今日は改めてありがとうございました。本当に本当うまく言えないんですけど、こうやって僕が高校生とかの時に育ったんですけど、ライブハウスに遊びに行ったりして、こうやっていろんなバンド見たり友達と会うってことは本当に人生の中ですごい大事なことというか、本当に意味のないことではないと思うので、こういった場をこうキープするためにもこうやっていろんなバンドがいるんで、本当に富士市だけじゃなくて僕だけじゃなくて沼津とか三島とか静岡県全部そうだし、日本のバンドも全部そうだし、海外で来てくれたバンドもそうだし、本当にみんなで支え合ってサポートし合って、またこういう風にみんなで楽しくできればいいと思います。今日は本当にありがとうございました。オーダーフルでした。最後僕たちの街の歌でシティライツ。
まあ、もうありがとうございます。本当なんかこうやって嬉しいですね。すごいゲスな考えなんですけど、もしもワンもしてくれたらやりたいなって曲があって、いや僕タグミとは本当に高校の時からメロコアのコピーバンドとかやったりして、そういったルーツっていうんですか、自分の中で本当に大事なものってみんなにもあると思うんですけど、そのことってずっと忘れないでいると本当に、ちょっと新しいことになった時にこう頼りになるっていうか、すごい自分のとって大きな思いになると思うので、あと自分でそういうふうに思ったので、ちょっとこの曲をやりたいと思って、多分みんなも知ってると思うので、よかったら一緒に歌ってください。今日は本当にありがとうございました。最後ハイスタンダードのステイゴールです。